皆さんこんにちは。私は横浜市立大学国際商学部の3年生報告書です。よろしくお願いします。関東学院大学社会学部徴用生と申します。よろしくお願いします。今回のインターンに参加したい理由は一番やっぱり一番として自己成長のことなんですよね。今私は3年生ですぐ4年生になって1年後新社会人になることに多少不安を抱えているので、この不安を解消するためにやっぱり勉強以外のこと、新しいことに挑戦しなければならないと思うからこそ、はい、今回のインターンの参加を決めました。でまた去年12月の説明会に参加した後、神奈川県内ではこんなに優れている企業が存在していることが分かりました。自分も伊藤会のような素晴らしい会社で実際に就業経験を積みたいです。いろいろなことを経験してみたいから今回のインターンシップに参加しました。若者にとってやはり経験が一番大切だと思いますから、大学の長い休み期間を利用して自分の能力も鍛えることができます。今回のインターンを通して、私は普段接したことがない業界としての介護業界についてのことをいろいろ学びました。伊藤会の方々は私に丁寧に教えていただいて本当にありがたいなんです。また私は介護の基本知識を学んだ上で自分もどんどん自分なりの考えが出てきて、今回のインターンの最終日にも自分のアイデアを出してプレゼンをするつもりです。今回のインターンシップは初めてなので最初はちょっと不安でした。実際やってみたら、個人にとって大きな挑戦だと思います。資料を調べたり、まとめたり最後発表します。途中うまくいかない時もありましたが、すごく勉強になります。コロナ禍って私たちの日常生活が一変してしまったので、この時このような支援策があるのは私たちのような留学生にとっては本当に助かります。また今回のインターンとして私たちの留学生にとっても将来県内就職に役に立つと思います。コロナの時期で留学生にとってアルバイトするのはなかなか難しいです。今回のインターンシップを通して生活の保障を経済的に助けることができてありがたいです。はい、今回の取り組みを通じた一番感じたのは SDGs の3番の目標、社会福祉を促進するということなんですね。自分は他の人の幸せのために今介護現状を分析して自分なりのアイデアを出すのはなんとなく達成感を感じました。SDGs といえば人に遠い感じがさせますが、実際距離感はそんなに遠くないです。人々に関わっています。より良い世界を作るのは私たち誰にも責任があります。そうですね、今回のインターンに参加する前に、私も周りの友達にいろいろ聞きましたが、でも答えてくれた返事は残業が多いとかストレスがあるとかというネガティブな返事が多かったです。ですので私も今回のインターンに参加する前に、自分自身も日本企業に少しネガティブなイメージを持っていました。でも実際で東海の現場でインターンをやった後、自分の元々の考えは変わりました。はい、伊藤会で働くとストレスが全然感じてなくて毎回も楽しんでいます。
はい、ですので今私は日本企業に対して社風が良いとかなど のポジティブなイメージを持っています。学校を卒業したら帰国する予定ですか？今の考えは日本で1年間か2年間を働きたいと思います。日本で少し経験を積んで、将来中国に帰っても働きやすいと思います。そうですね、留学生にとってはやっぱり情報を集める能力は普通の日本人学生より弱いと思うので、もしインターンの情報をよく留学生たちに配っていただければ助かると思います。また経済的な支援はもちろん大切なんですが、でもやっぱり一番役に立つのは情報支援だと思います。経済的な支援があれば嬉しいです。今回のインターンシップは時給も高いし交通費も出ますし、十分満足です。今回のインターンをやったのは介護業界に関わる仕事なので、私は国際小学部の学生としてこのインターンをやった前に介護のことが全然分かりませんでした。でもこの分からない状態でしたが、介護現場でいろいろ学んだ後、自分にはもう介護についてのこともどんどん分かってきたと思います。ですので私は今回の経験を生かして、将来もし他の新しい業界に入るとき、すぐ専門知識を学んで、すぐ新しい仕事になれる自信があります。日本では日本語弁論大会というスピーチ大会があります。毎年1回行います。今回のインターンシップで経験したことをめぐってスピーチを制作して、今回の日本語弁論大会に出席したいと思います。はい、そうですね、今回のインターンでやったのはさっき言ったように SDGs の3番の目標なんですが、でもやはり今回のインターンの時間は短くて8日間しかないので、今考えているものはまだ浅いと思います。はい、ですので今後は介護についてのことをよく考えて、より適切な提言を行えたらと思います。SDGs は誰にも世界を変える可能性を与えると思います。例えば SDGs14 個目の、目標、海の豊かさを守ろう。最近海に漂うプラスゴミが課題となっています。レジ袋使用の減少とか、プラスチックゴミの管理などの課題は直面しなければなりません。一人の力は小さいですが、みんな協力した力は無限大です。社会福祉法人一等会管理部経営サポート課の田代です。同じく社会福祉法人一等会管理部経営サポート課の和光です。今回の優勝型インターンシップで、アルバイトなどなかなかできない留学生に対し、経済的な支援と将来日本で活躍してほしいという思いで今回の優勝型インターンシップに参加させていただきました。また参加する思いの部分では、留学生の目線から見た日本の介護業界の問題点を発見していただき、私たちではなかなか気づくことのできない問題点を発見し、その解決方法を提案してもらうことによって日本の介護業界の促進につながると思い、今回のインターンへの参加を決めました。私の方は広報を務めておりまして、全般広報の形でちょっと関わらせていただきました。
来ていただいた時に最後の時間、5分10分というちょっと少ない時間でちょっと関わらせていただいて、インターンシップについて の活動についてお聞きしました。少しの時間の中でもそうですね、すごい今の介護業界についての課題をやはりあらゆる、手段で調べ上げていて、なんでしょう、本当は現場でいろいろお聞きできるところではあったんですが、ちょっとコロナ禍で実際に現場にも行けず、本当にネットですとかいろいろとこう調べて実際にこう現場なども見てない状態での中で、これだけ調べ上げるっていうのは多分すごいことだなと思って、率直に素晴らしいなと感じてます。こちらの課題に対しての、熱量ですとか意欲ですとか、そういったものがその数分の間でも伝わってきました。で、広報からの目線でこの、彼らたちの活動の写真を数枚SNS で発信させていただいたんですけれども、企業としてもとてもブランディングにつながったなと感じています。なぜかと言いますと、やはり SNS で発信した時にですね、問い合わせが増えました。その問い合わせの内容というのがやっぱり素晴らしい会社ですねとか、とてもありがたいお言葉をいただけることがちょっと増えていきました。一等会のこう信用性も高まって、この会社ってちゃんとしてるって言われることがすごく増えたので、この SDGs のこの取り組みというところでもう本当に素晴らしいものだなとちょっと再認識させていただきました。またお二人が来たこう先進的な思考を持った優秀な方が来てくださって、やっぱり目標に向かって今だけじゃないやっぱり将来を見据えて考えられるこの SDGs の取り組みはやっぱりすごい継続していきたいなって思いました。そうですね、今回、このインターンシップを行ってみて、もともとは福祉業界のことを何も知らない留学生たちがこのインターンシップを通して日本の福祉業界を、自分たちで調べ、今の現状を知り、学校で自分たちが専攻している分野からどうアプローチをかければ福祉業界が良くなるかを、考えている姿を見ていて、自分の国の問題かのように真剣に考え取り組んでいる姿を見て、彼らの、真面目さや勤勉さには、正直驚きました。ここまで真剣に取り組んでいる姿勢を見せられると、私自身も、今以上に問題点に対して真剣に考える必要があるのだと、実感させられました。今回のインターンシップを行って、自分たちが就職するイメージは少しでも、できたのではないかと感じています。実際に介護業界の問題点を考えるときに自分の思考を整理し、伝えたいことを明確化することによって、より相手に伝わりやすくなることもこのインターンシップで理解できたのじゃないかと感じています。インターンシップが始まって初日と今現在の彼らでは介護業界の知識の量が全くの別人だと感じています。そう思う理由としては、彼らの作成した資料の介護業界の情報量の多さ、自分たちで考え提案をする案が素晴らしいところから、そう感じました。そんなところから、これが本当の仕事であれば期限までに資料を作り、自分の思いをしっかり伝えるためいろいろなことを調べ上げる大切さも理解し、仕事や就職に対する意識は高くなったんじゃないかと実感しています。